い、どうもこんにちは。日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、本日、10月7日ですね、本日登場のアイコニックを紹介していきたいと思います。で、今回はリバプールの復刻ということで、リバプールからはですね、ジェラード、フェルナンド・トーレス、オーベン、こちらの3選手が登場するということになりましたので、しっかり紹介していきたいところなんですけど、まあ来作引き継ぎがね確定している選手ではないので、まあ引くかどうかはですね、本当に個人に任せられるところかなと思いますけど、まあ個人的にはオーウェンだったりジェラードに関しては獲得していただいてもいいのかなと思いますね。で、フェルナンド・トーレスに関してはアトレティコがね、の方がめちゃくちゃ強いということになっていますので、個人的にはジェラードだったりオーウェンに関しては獲得はありなんじゃないかなと思っています。ということで早速詳細な能力値見ていきましょう。どうぞ。まずはスティーブン・ジェラードの方から見ていきたいと思いますけども、ジェラードに関しては通常のレジェンドですね、こちら出ていませんので、いきなりレベマと同じユニフォームの能力値見ていこうかなと思いますけど、いや最近2022の能力値見ていたのでめちゃくちゃね高く、見えてしまうところありますけど、まあこのジェラードに関してはオフェンスセンス決定力の高さですね、レベマ時点で85、88、80代後半に乗せている中盤の選手ってなかなかいないんじゃないかなと思いますし、ドリブル能力だったりパス系、特にフライパスに関しては同じユニフォームにして完走ということになりますので、これはかなり高いかなと思います。で、プレースキックカーブもしっかり持っていますし、スピード瞬発もですね、まあ導入にした場合はどちらも90代に乗せるということで、まあ中盤の選手としてかなり高いところでバランスが取れている能力値になっているかなと思いますね。で、やはりまあジェラード法という名前がついているぐらいですから、キック力はカンストということになっています。で、身長183センチなんですけど、空中戦の能力値もしっかり持っているという結果になりましたね。で、プレイしたらボックスボックスの選手ということになっていますが、ディフェンス能力もしっかり高く持っているかなと思います。で、コーン17ですね。で、レベマ総合値は97で、同じユニフォームにした場合は99ということで、ここら辺の総合値だったりというところもかなり高くなっているかなと思いますね。で、スキル面で見たときには、コンカだったりミドル、無回転、ライジング、シュート系しっかり持っていますし、ピンポイントクロスなんてアウトスピンキック、まあここら辺のね、パス系のスキル持っているんですけど、ワンパだったりスルーパスは持っていないということになります。まあただパス系の能力者はしっかり持っていますので、まあワンパスルーパスなしでも全然活躍しそうな能力者であるのかなと思いますけど、まあ中盤で使うならワンパだったりスルーパスは欲しかったところですね。ですので個人的には DMF だったり CMF よりかは OMF だったり、あとはセカンドトップでね、起用してみても面白いんじゃないかなという印象になりましたね。特に343だったりの 1CF2ST の 1ST にジェラードを置いてもね、かなり面白いんじゃないかなと思いますので、まあやはり改めて能力値見た時に高い能力値持っていますし、スキル面で見た時にもまあシュート系だったり、まあ決定力を活かせる能力値になっているかなと思いますね。ですので、まあ個人的にはやはり高めの中盤だったりフォワードの位置で使っていただくのがベストなのかなと思います。続きまして、フェルナンド・トーレス見ていきましょう。トーレスに関してはまず通常のレジェンドがスペイン代表で出ていますので、こちらと比較しながら見ていきたいところなんですけど、まず得点能力に関してはプラスという結果になりました。オフェンスセンス95、決定力97、ともに90代後半ということで、これはかなり評価できる点なのかなと思いますし、ドリブル能力はマイナスとはゆえかなり高いものを持っていますね。で、グラウンダーパスも今回は80代に乗せたという結果になります。で、やはりスピード瞬発の高さというところは売りの選手かなと思いますし、空中戦の能力、ジャンプ、フィジカルコンタクト、ヘディングに関しても、しっかり持っているなという印象ですね。で、逆足23でコンマン6ということになります。レベル総合値は97で、同じユニフォームにした場合は99という結果ですね。で、スキル面で見た時にはダブルタッチ、ヘッダー、そしてワンタッチシュートだったりチェイシングも持っているんですけど、まあラインブレイカーの選手としてダブルタッチ持っているのはありがたいところかなと思いますね。ただまあムバッペ同様、軸足当てまで持ってしまっているということで、まあアプリの方は特にダブルタッチが確定で出せないというところは、このフェルナンド・トーレスに関してはまあマイナスな当てなのかなと思います。まあ軸足当てがなかったらかなり強いラインブレイカーダブルタッチになっていたんじゃないかなというところですかね。ということで、前作で出ているアトレティコデマドリーのフェルナンド・トーレスと比較していきながら見ていきましょう。ご覧の通りですね、勝っている部分で言うとボールコントロールとフィジカルコンタクトの部分なんですが、まあ他のところは総じてマイナスという結果になっています。特に得点能力マイナス1ずつですし、ドリブル能力、パス系でスピード瞬発だったりジャンプ、ボディコン、スタミナの部分ですね、ここら辺もごっそり下げられたということになっていますので、まあスキル面で何も変わらないですし、個人的にはやはりアトレティコのトーレスの方がいいんじゃないかなと思います。まあこのアトレティコのトーレスは2番目のアトレティコのトーレスではなくて、最初のね、前作で出ているトーレスになっていますので、ご注意いただければと思いますけど、まあやはり総合的に見たときに、前作のトーレスの方がいいかなと思いますね。ですので、リバプールのトーレス持ってない方は、今回に無理に狙いに行く必要はないのかなと思います。
続きましてオーウェン見ていきましょう。オーウェンに関しては、まあ、能力値はかなり高いものを持っているかなとは思いますね。特に得点能力簡素という面で見たときにこれはかなり売りのセンターフォワードかなと思いますし、通常からね97で高いんですけど、でドリブル能力だったりここら辺に関してもしっかり強化ということになりました。でスピード瞬発は90台後半ありますし、まあ、というかほぼほぼ簡素ですね。でキック力90台でジャンプだったりここら辺に関しても89ということで、身長が173センチしかないんですけどジャンプの能力値しっかり高いという結果になりました。で逆足ですね、頻度が1なんですが精度は3ということで、これありがたいのかなと思います。後半6でレベル総合値は97ですね。でリバプールのユニフォームにした場合は能力値プラス2、そして総合値もプラス2という結果になっています。でスキル面で見た時には根下だったりシュート系でワンタッチシュートも持っているという結果ですね。で何よりダブルタッチ、アウトスピンキック、シャペウ、特にダブルタッチの部分ですね、ラインブレイカーでダブルタッチの持ちの選手ということになりましたので、これはかなり評価できる点なのかなと思います。まあどうですかね、得点能力が完走している点、そしてスピード瞬発だったりドリブル能力というところでかなりオーウェンはね強みが発揮できるのかなと思いますけど、まあガチスカ起用というところで見たときに、まあそこまで使っている方が多くないというところを見ると、使用感の少し疑問符がつく選手にはなっているのかなと思いますけど、ただまあ個人的には狙ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。特にアイコニックオーウェンしかね、このリバプルしか出ていませんので、個人的には今回のアイコニック引いてみてもいいんじゃないかなと思いますが、ただまあ来作の引き継ぎがあるかどうかというところが一つずつネックな部分なのかなとは思いますね。ということで今回はトーレスとオーウェンで比較していきたいと思います。能力者の比較はご覧の通りとなりました。特に得点能力で言うとオーウェンがかなり高いなという印象で、やはり完走しているんでね、得点能力はオーウェンが4つと2つ高いという結果になりました。でドリブル能力だったり瞬発力、キック力、ジャンプの面で見た時にもオーウェンの方に軍配が上がったということになりますけど、まあ身長がですね186センチ、13センチトーレスの方が高いということで、空中戦の能力値に関してはトーレスの方が高いという結果になっています。であとは逆足の部分ですね。でスキル面で見たときに両方ともダブルタッチ持っていたりするんですけど、トーレスに関しては軸足当て、足裏コントロール、ヘッダー、 PK、 キッカー、チェイシングということで、まあ、特にアプリの方はダブルタッチが確定でできないというところ、まあ、軸足型に、ね出てしまうというところがネックな部分なのかなと思います。でオーウェンに関しては根下、そしてヒールトリック、シャペイを持っているということで、まあ、根下だったり持っているのはありがたい部分なのかなと思いますね。でまあトーレスで見たときにヘッダーだったりチェイシングで、オーウェンで見たときに根下だったり、ここら辺のスキルはありがたいのかなと思います。プレイスタイル両方ともラインブレーカーということになっていますので、まあどちらを使うかと言われた時には個人的にはオーウェンの方がいいのかなと思いますね。まあクロスゲーをするなら間違いなくトーレスかなと思いますけど、まあ身長が低くて小回りが効くという面で見た時にもオーウェンの方が、まあ、ダブルタッチ、ラインブレーカーどちらも同じですので、個人的にはオーウェンの方をおすすめしていきたいところですね。はい、ということで本日はですね10月7日登場のリバプールのアイコニック紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にね10月最初のアイコニックになっていますし、そろそろ来作も見据えた補強が必要となってくるかなと思いますので、早くねこのリバプールのアイコニックが引き継がれるのかどうかというところを明確にしてほしいところですね。まあ引き継がれるのであればジェラードだったりオーウェンに関しては獲得してみてもいいんじゃないかなと思いますけど、トーレスはアトレティコのトーレスがまあめちゃくちゃ強いという結果になっていますので、トーレスよりかはジェラード、オーウェン、ここら辺選手を狙っていただければと思いますね。まあ間違いなく引いてもいてもいいアイコニックになっているかなと思います。ということで本日はですねここら辺に終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では